今月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります中九州久保田阿蘇営業所にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずお名前と年齢、それからお住まいの地域を教えてください。はい、名前が渡辺幸喜で、28歳の、阿蘇市乙姫に住んでおります。渡辺さんはこちらの営業所にお勤めになってもうどれぐらいが経つんですか？こちらに来てから、1年半経ちました。普段はどんなお仕事をされているんですか？普段は、農業機械の整備を担当にしております。じゃあ専門的なお仕事だと思うんですが、そのお仕事の楽しいところまたはやりがいなどはどんなところになりますか？一番やりがいがあることは、いろんな機械に触れていろいろ知識を、学べることが一番のやりがいだと思います。その先にはね、お客様もいらっしゃいますよね。阿蘇は結構農業地帯なので、例えばお客様とのやり取りの中で何か嬉しかった言葉とか覚えていることは何かありますか？やはり自分の名前を覚えていただいて、また修理をお願いしますということを言われるのが一番嬉しいことだと思います。渡辺さんが仕事の中でモットーにしていること、大切にしていることはどんなことですか？いつも感謝の気持ちを忘れずに、いろんな人に、見てもらえるような仕事をできるといいなと思っております。ではちょっとプライベートなこともお聞きしたいと思いますが、28歳ということで結婚願望とかはどうでしょうか？ありますか？今はちょっとそうですね、まだ結婚願望とかはそうですね、もうちょいいいかなとは思ってます。じゃあそんな渡辺さんですが、好きなタイプはどんなタイプですか？好きなタイプは、裏表がなくて明るい方ですかね。じゃあもしそんな人と阿蘇市でデートするならどこに行きましょうか？自分が甘いものとかが大好きなんで、ケーキ屋のみゆきなどそういうところに行きたいと思ってます。いいですね。では最後にあちらのカメラに向かってお勤め先の PR をお願いします。はい、阿蘇市は自分の勤めている中九州久保田の阿蘇営業所はこの大自然に囲まれて、農業のが盛んで地元に一番貢献できる、仕事場というか場所だと思います。ではです。今月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にある中九州久保田阿蘇営業所にお勤めの渡辺さんをご紹介しました。では行きます。せーの、フレッシュマン。